グロメットグロメットは布や板などの平たいものに開けた穴に挿入される管である。グロメットの形状は簡単に穴から抜けないように管の穴の両端が広がっている。材質は金属、プラスチックゴムが使われることが多い。グロメットは穴が破損したり摩耗しないようにするという穴の補強の目的で使われたり穴の縁が鋭利な場合は 穴に通すものを傷つけないように保護する目的で使われる。英語では小さなグロメットはアイレットとも呼ばれ、靴紐を通すために靴に開けた穴などに使われるが、逆に日本語では大きなものをアイレットと呼ぶ。日本語ではハトメとも呼び、一般には靴、衣類、紙などに紐を通す穴に取り付ける感情の金具を指す。日本語では布や紙に使われる場合はハトメと呼び、 電子、電気の分野では、グロメットと呼ぶ。似たものに、かしめがあるが、かしめは、穴が開いていないものなので、グロメットではない。また、かしめは、穴の補強ではなく、複数の布や比較をまとめて、固定する目的で使われる。なお、はとめという場合には、一般には貫通口に取り付ける、ものを刺すが、通気口に取り付ける、網はとめのように、網目状になっているものを刺すこともある。 靴紐を通す穴に使われるハトメハトメは、布、比較、紙などに開けた穴が破れないように補強する目的で使われる。もしハトメをしないと、まず布などの穴の円が小さく破れ、それがすぐに大きな破れに成長してしまう。しかし、穴の補強ではなく複数の布や比較をまとめて固定する目的で、かしめの代わりに使われることがある。ハトメは、部品の数で分けると、 次の2種類がある。蒸気のどの種類のハトメも止めた後は穴から落ちないように管の両方の端が広がった形状になる。穴にはめるにはプレス機を使用したり、ハトメパンチを使用したり、手打ち工具と金槌を使って穴にはめる。材質は金属またはプラスチックが使われることが多い。靴紐を通す穴によく使われる。穴にフックをかけるような場合にも使われる。 ハトメの名前の由来は定かではないが、止めた時の形状が鳩の目に似るから、ハトメと呼ばれるようになったという説がある一方、ハトメという言葉に後から、ハトメという漢字を当てたという説がある。船の穂は布だが、穂に使われるものは、クリングルと呼ばれることがある。ゴム製のグロメット硬い板に穴を開けて、電気が流れるケーブルをその穴に通すことがある。その場合、開けられた穴の縁が、 穴に通すケーブルを傷つけやすいので、ケーブルを保護する目的で穴に管をはめることがある。そのような管はグロメットと呼ばれる。この用途のグロメットの材質はゴムであることが多いが、他の材質も使われることがある。ケーブルの保護のために使われるグロメットは柔らかいので、一つの部品で構成され、工具を使わずに手で穴にはめることが多い。 ゴムのグロメットは一つの部品で目的を果たすが、両面ハトメの方は、ザガネとハトメの二つが、セットで使われる点が違う。グロメットは、電気機器、電子機器で使われるほか、電気製品を置く家具にも使われる。医療において、耳炎の治療で使われる、グロメットは、中耳孔換気用チューブと呼ばれる。ありがとうございます。